まずはじめにもち米と白米を合わせてよく洗ってください。ここに 1.5 合の目盛りまで水を入れます。30分ほど置いたら塩を一つまみ加えます。そして軽く混ぜて炊飯器で普通に炊いていきましょう。炊き上がりましたので、すりこぎなどを使って半分ぐらいこのように潰していきます。ここが今日のポイントです。このように少し潰すことでもっちりとした食感と形を作った時に崩れにくくなりますので、半分ぐらいこのようにして餅状にしていってください。このようにだんだんお餅のようにくっついてきましたら、これを 30g ぐらいずつ小さく丸めておきましょう。だいたいこのくらいの大きさが 30g です。手に水をつけながらこのように丸めてください。今日はこしあん、つぶあん、そしてきな粉です。きな粉は砂糖にお塩を少し加えてよく混ぜておきます。これは味を見て甘み等を調整してください。そしてこちらです。黒ごまにもきな粉を少し混ぜて、これはこのまま黒ごまの香りを楽しんでいただくように、塩も砂糖も入れてません。お好みで塩や砂糖を加えてみてください。この4種類の具で包んでいきましょう。あんこを適量このように濡らした布巾またはラップの上に伸ばしてください。そして先ほど丸めたもち米をのせて、このように少しずつ少しずつ包んでいきます。お好みで全部あんこで包んでも構いませんし、このように下を残していただいても構いません。きな粉と黒ごまはこのように器に入れてコロコロと転がせば出来上がりです。盛り付けた時に少し上から茶こしで振ると綺麗になります。今日はこのように4種類作りました。お好みの具材で楽しんでみてください。ご家庭の炊飯器で作れる簡単おはぎです。お彼岸に限らず、おやつなどで作ってみてはいかがですか？